あれ？やり直すか。やり直すのか。やり直そう。来いよ。来いよ。来てくれやり。あれを聞かせてくれよ俺に。俺にあれを聞かせてくれ。来るか。ジョークどう？ああ来た。20分ぐらいかかったよ。パン屋がレシピをあげると脂肪が多くなる。うん。あげるから。もうわかった。と。月の岩は地球のより進んでる。うん。同じ性能で重さは6分の1。なるほど。もう本当にバカ。左寄りの詩人はすぐ開業する。お前笑えるか？嘘。文体が左寄るからってこと？石鹸中毒だったんだ。サハ？足を洗ったけど。そのジョークは初めて聞いた。うまい。もうおしまい。ネタ切れよ。いやー満喫しましたね。石鹸中毒は良かったな。足を洗う。石鹸中毒から足を洗うというこの皮肉聞いておる。ちょっとどいて。ナイフ部屋開けましょう。生きるために盗む。コンプリートの目的もあるが、部品、サプリ、刃物、鉄パイプ、そして遺品。軍が敗北したエリアを記した地図。かなりやられてるな。はい、んじゃあ先に進みましょうかね。よし、先に行くぞエリー。ようやくこの本屋という呪縛から抜け出すことができそうだ。よっと、ここにアルコール。ひえー、兵士を吊るすなんてイカれてる。追い詰められた人間はどんなことでもやるさ。俺怒った人間もね、この町の奴らとか。おそらくな。完全に見せしめですねこれ。降伏しろみたいなことが書いてあるんでしょうか。これは難しい英語が。ひどいありさまです。サイレンス、トレランスイコールです。黙って耐えてたら死んじゃうよってことですかね。落書きがもう重々しいわ。とにかく行ってみよう。行ってみよう。よっこい。気をつけて飛び降りろ。サプリあります。先に進みましょう。ようやく抜けたぞ。かがめ、かがむんだ。奴らがいる。早く。よし行こう。ホテルに入っていく。ノーホープ。見つからなかったぞ。よし、あの橋だね。近づいた。あの橋だ。ちょっとはこのまま進むぞ。行こう。さてここで、会話があります。エリーさん、こちらです。あの人ガリガリだね。どの人？
食べ物はいっぱいあったんでしょ。もちろん。だが食べないやつもいたんだ。食べないやつもいた。痩せるため。何それ。いっぱい物があると食わなくなるんだ、人間っていうのはな。満ちすぎると満たされなくなるんです。デス・フォー・フリーダム。ここに、隠し部屋。よし、開いた。来た。ゲット。遺品、母の手紙。これがきついんだよな、結構。息子を失った母親の遺物ですね。反乱軍に入ったっていうことですね。でもそんな考え方じゃ勝者はいない。うん。でもやりきれないぜ。サプリゲット。ドジェの弾。部品。いやー、ここは悲しい部屋なんだよな。さて、先に進みましょう。お楽しみタイムを忘れていました。よし、空気を切り替えよう。待ってました、エリーさん。水兵の 3.14% はパイレーツ。パイとかけてるんだ。 3.14。 一晩中太陽を探して歩いたけど見つけが太陽。なるほど。シンプルでいいじゃない、エリー。数学の授業で着る服は何？大好きな服。ひどいな。なぜカカシは落第したか。ほう。よし。答え、ずっと立たされていたから。ああ。もう十分だ。本をしまえ。もうしまい。ネタ切れ。またくれ、エリー。このすさんだ世界に一輪の花。エリのジョーク集です。素晴らしい。この辺に部品が。部品ゲット。相撲。急に深くなる。ジャンプじゃ無理だな。ジョエルならいけるだろ。持ち上げてくれたら板を運ぶよ。ということで、この汚い水の中に潜っていきましょう。待ってろ。この先を調べる。車だ。ファンディですね、装甲車。なんだありゃ。この場所は嫌だぞ。怖え。この下、この下、お魚がいる。この下に部品があります。部品10個。うわ。で、動かしましょう。乗るんだより。ホテルを通るぞ。あれ、乗って、エリー。乗ってくれ。分かった。同じように板を置け。
ほう。ほう。いい板だ。さて、あとはジョエルが来るだけだね。どうやって上がったらいいんだ。この中か。ぬめっとしておる。カフェですね。うわ、ひどい匂い。ああ、気が腐ってる。臭いんだ。カフェにはよく行ってた？ああ、しょっちゅうな。何を注文するの？ただのコーヒーだ。ただのコーヒー。今となっては。うわ、金があるけど、やっぱ通気性がいいからか。繁殖してないというか、胞子を飛ばしてないね。刃物、それからサプリ、そして異物があります。作戦のメモ。あー、さっきのバツの中か、エヴァのあれがあったとこだね。反乱軍、反乱軍のメモと。じゃあホテルに入りますか。ハンターはもう消えたかな。もうすぐわかるさ。じゃあ入りますか。ホテル。問題ない、降りてこい。わ、おしゃれ。泊まったことある？まだこんな風になっちゃう前に。すごい、ここは豪華なホテルだ。高すぎて泊まれなかった。ここは高いぞ。いや、高すぎる。道具を探そう。道具がなければ。アルコール。ここに会話があります。コーヒーが飲みたい。コーヒーが飲みて。ドーナツも食べたい。フルーツタルトも食いたい。カウンターの上にサプリあります。チェックインしたいんですの。一番高いスイートを一晩。何やってるんだ。もちろん部屋まで運んでちょうだい。おかしなやつだな。いいよなこれ。ここに金庫があります。この金庫にはめちゃめちゃ大切なものが入ってるんで、サプリとか部品じゃないっすよ。サプリとか部品かな。どうかな。ここに部品。上がったら順路と逆方向、こっち側に通れる道がありますね。 OK。 でこれで先に進むと、ここに異物。スタッフへのメモ。金庫の暗証番号です。やったで。さあ、なんと金庫を開けると、なんと部品、弾、びしょびしょのサバイバルガイドゲットです。
ナイフの研ぎ方が記されたサバイバルガイド。破れてるけどね、もう読めるんかな。20年以上使ってたんでしょ。大丈夫なのか。先を進む前にあれがあるんですよ。あれがね、エリー。よし、空気を切り替えよ。切り替え、切り替えの時間や。さっき霧を掴もうとして、はい、ミスとした。おウハウハじゃないのは？サハ。そう、笑えるよね。お寿司を食べた後で水兵が言う言葉は？分からん、なんだ。カレーが食べたい。ポパイ、お腹いっぱい。古すぎる。分かんない。世界滅亡系ジョークは面白い？滅亡、滅亡。なるほど、分かった。もうやめとく。今はもっとやってくれ、エリー。あと100回ぐらい頼む。気をつけろ。はい、じゃあ進めていきますか。次はホテルの中の敵たちですね。じゃあまずはサクッといく方法紹介しましょう。この辺にレンガを投げておく。こうしてここ走って抜けましょう。でここは歩く、ここは歩く、でここは走っていいです。よし、部屋は聞こえた。でここは同じですね。こうして歩いていきます。で走っていいです。でこっから歩く、走る。これで OK ですね。ただ1階にちょっと刃物があるんで、それを取るために1回戻りますかね。真面目に行ってやめましょうか。さあ、真面目にステルスでやってみましょう。高め。待て、今のとこ何人だ？うん、今週だけで5人。まあ仕方ねえさ。まあそうだよな、もういいか？他の回も調べないと。もう何週間もクリッカーは見てない。徹底的に調べろ、手は抜くんじゃねえ。しっかりやれ。クリッカー以外にもいるだろう。ああ、分かったよ。まさに脅威が君の後ろに。ここに刃物があります。でこの先に進むと、ゆっくり行きましょう。で進んで閉める。ドライフルーツ、ドライフルーツを食べろということで、天国で食うがいい、ドライフルーツを。ドライフルーツちょうだい。どこに隠してるんだ、ドライフルーツ。吐け。あれ、もう死んでる。またやってしまった。癖で首を絞めてしまうんだよな。殺人鬼ジョエルのお悩み。ここにテープ。で1階はクリアですね。え、クリアじゃなかったです。クリッカーよりも脅威がいるだろう、近くに。この俺だよ。閉めると。でこっち側の階段の方から行くっていうのも可能ですが、ここに布で、この先の部屋のベランダを抜けて、その先の部屋を上がっていくと階段前の敵を無視できます。ここ火薬ヘルスバー、部品があります。
で、ここの中で会話。うえ。気持ち悪い。楽な道を選んだんだね。楽なんかじゃない。クリッカーやハンターにやられるよりはマシってだけだ。本当だ。簡単じゃない。ジョエルは何回も試そうとしたのかなっていう感じの言い方ですよね。どんな気持ちで生きてきたのかという、サラがいなくなって、ここに刃物。さて次のここですが、ここは弓を構えておきましょう。よし、部屋を調べろ。聞こえた。で撃ちます。あっちに向かったら締めに行きましょう。あー、バレた。こっちは、よし、部屋を調べろ。聞こえた。このままぐっと入ってしまいます。で、こいつが通り過ぎるのを確認して閉めましょう。こいつが向こうに行ったのを確認してから閉めましょう。 OK です。で、ここに布が、砂糖か、砂糖がありますね。サプリあります。何してんのエリー。で、この中に部品。こんにちは。これで OK と。じゃあ先に進みましょう。ねえ、エレベーターの中にはしごがあるみたい。待ってろ、開けてみよう。エレベーターの中にはしごがある。ここにアルコールが。このまま取っちゃうとちょっともったいないので、可変瓶を1個作っておきましょうか。で、取りましょう。で、先に進みます。はしご。怪力ジョエル、開けれるもんなの。電気が切れてれば開けれるか。とにかく行ってみよう。とにかく行ってみよう。いつの間に登ったの。念のため。のためね。ちょっと狭いが行ける。来い。オーケー。ジョエルさん、ゆっくり降りましょうね。ゆっくり。ゆっくり。うわ。怖いわもう。エリー、いいな、ゆっくり降りてくれ。ワイヤーがあるからさ、ゆっくり降りよう。エリー、まあいいでしょう。じゃあ上にエリーを持ち上げる。登る場所を探せ。いいな、行くぞ。よし、行け行け。よしと。ざっくり1分間サベッジスターライト第1巻末端将棋破面のあらすじ。新宇宙を夢見るドクター・ダニエル・スター。2186年、人類は太陽系を支配するも特殊相対性理論が死活となり、その先に進めずにいた。このような問題に直面しているのは人類だけなのか。この疑問への答えとなる研究を彼女は衛星ガニメデで行っていた。第2巻へ続く。第2巻、勇士のメッセンジャーのあらすじ。ダニエラの0点ジャンプドライブの初回試験は成功に終わったが、飛行士との連絡が途絶えてしまう。地球時間の80時間後、彼は一通のメッセージを携え、変わり果てた姿で帰還する。我々はトラベラーである。メッセージが再生された。太陽系以外にも生物は存在した。果たして人類はどうなってしまうのか。第3巻へ続く。第3巻、空港母艦へのあらすじ。
議会はダニエラの発見をなかなか認めようとしなかったが、不幸な現実を認めざるを得なくなった。超巨大物質群が恒星系に現れたんだ。そのうちの一つが数日以内に太陽系にぶつかる可能性が出てきた。ダニエラはジェームズ・ライアン艦長の船小林に迎え入れられ、恐怖を詳しく調査することになった。第4回続く。